今日はクリスマスだったのでお話し会はクリスマスの格好でサンタさんの服着てやりましたが、たくさんの人来てくれて嬉しかったです。ありがとうございました。そして昨日は生誕祭をやってもらっちゃったんですけど、ありがとうございます。楽しかった。イブに生誕祭なんて贅沢だなぁと思いつつ、めちゃめちゃ楽しかった。そう、レモハムルーマーも初めてやって。もう生誕祭自体がね、2年ぶりっていうめちゃめちゃ久しぶりで、超緊張したんですけど。楽しかったなぁ。あ、トアトシグマニア、ありがとう。トナカイ。ありがとうございます。2年前も入ってた。おう、すご。2年前は22歳の生誕祭で、ちゃんとそれも年末だったんですよね。めっちゃ年末だった気がする。28日とかだった気がする。23歳と24歳。どっちもの生誕祭だったのかな、昨日は。本当楽しかった。なんかやっぱり久しぶりに公園出たし、久しぶりに生誕祭だから、なんだろう、客席が知ってるお顔でいっぱいだったのが久しぶりだったなって思って。そう、なぎちゃんがね、誕生日の翌日の公演でごめんって感じだったけど、まあ、2年分があるのでごめんなさいっていう感じ。私も自分の誕生日に違う子の生誕祭やったりしたからね。なんかね、なんていうの？詰まってるのを前からどんどんやってくやり方だからね、誕生日近いとか関係ないみたいだよね。申し訳なかったけど。でも楽しかった、めちゃめちゃ。もうね、絶対年内にできないとは思ってて。そう、でも2年分やってないので。やばいなって思って、3年分合同になっちゃったりしたらどうしようぐらいまで考えたんですけど、まさかのこんなタイミングでやることになって。そう、来年になっちゃっても1月も2月も多分できないし、多分3月も4月も多分できないし、いや、5月も6月もできなそうだぞって思ったら、本当に3年分一緒になっちゃいそうだなって思ってたので、よかった、できて。確かにね、年末にやりがちですね、生誕。やりがちって言っても、2年前の時もなんだけど。よかった、でもせっかく、水族公園思い出したので、早く出たいな、また。出れますように。1月はエイトのコンサートもあるし、その、
1、2週間後には主演の舞台があって、赤の女王っていうやつなんですけど。あ、りょう、幕張の群馬にはありがとうございます。ツリーだ。クリスマスツリー。ありがとう。ありがとう、みんな。その赤の女王っていうのが、1月の末から2月の頭にかけて本番があります。ぜひ来てください。稽古もね、始まってるんだけど、結構ミュージカルみたいなぐらい曲があったり、世界観があったりして、楽しそうです。今後が楽しみ。でも頑張んなきゃなーっていう感じですね。ね、もうチケット取ったよって方もたくさんいて嬉しい。ありがとうございます。楽しみにしてて。あとは、あ、で、その赤の女王のビジュアルももうすぐ解禁になるので、ちょっと待っててくれたら見れると思います。楽しみ。で、この前 YouTube で私が出演した短編映画が公開されて、予告だけ公開されてるって思ってる人多いかもしれないんですけど、もう本編も公開されてるので YouTube でぜひ見てください。20分ぐらいの短い短編映画になってるんですけど、見れるので、もう。まあ、内容は、すごく、メッセージ性の強い、重い、お話にはなってるんですけど、私は、とにかく役、マリノっていう役をいただいて、それ演じるのめちゃめちゃ頑張ったので。見てください。草木マリノ。草木マリノね。知ってます？群馬とか、栃木かな？で、あるファミレス？ファミレス？なんだろう、ファミレス以上、レストラン未満みたいな、レストランがあるんですけど、大好き、そこ。知ってる人いるかな？草木マリノ。めっちゃ美味しいんだよ。ご飯が。ランチでよく行くけど。まあ、ローカルですね、これは。埼玉とかもありそうだけど。そう、ちょっと独特なお店だね。入り口がちっちゃくなってるっていう。ナポリタンとか美味しいよ。あとは、お昼、ランチだったら、サーロイン、ステーキのセット。ランチセット。あ、でも、アジアンランチとか、中華ランチとか、パスタランチとか。ランチが5種類ぐらいあって、めっちゃ美味しい。ぜひ、群馬方面来た際は探してみてください。すごい。新春エイトの日、2022。チケット情報。すごい。ショールームにこういうのがあるんだ。ハクビシテッド。
この後はスモワルです。今日はクリスマス。クリスマス、去年もスモワルだったな。今何時だ？15時54分。そうなんだよね、りんちゃんがお休みだから、ゆっくり休んでほしいですね。なので今日は急遽、小田と私2人で、スモワルやらせていただきます。今日は話し会の席順が、小田、私、凛ちゃんっていう席順だったの。すごくない？アンバサダー並んでた。やばい。めっちゃあくびしちゃってる。やばい。明日のお話し会はでも、6部から？だから、ちょっとゆっくりだ。あ、ケンケン、グンマニア。ありがとうございます、トナカイ。ありがとう。ありがとうございます。そうだね、師走だからね。私でも、かなり師走だから、凛ちゃんはもっと幸せなんだよな。そりゃね、ゆっくり休まないと。え、すごい。すごいんだけど。縁取られた。クリスマスだ。幼いクリーニング、グンマニア、メリークリスマス、ありがとう。ありがとうございます。すごかった、今。リースタワーっていうのか。すごい、ああなるんだね。すげえ。ありがとう。なんか不思議な感じ。さっきまでさ、お話し会で一緒に喋ってた人が、いっぱいいる。コメント欄に。多分あと、この後スモワルにもいるんだなって思うと、不思議な感じ。今日めちゃめちゃたくさんの人が来てくれました、お話し会。はじめましての方もいたりしたりとか、嬉しかった。ありがたいね。生誕祭はもうめちゃめちゃ久々って人もたくさんいたりとかして、なんか興奮した。久々で嬉しかった。でも、涙出た。昨日の生誕祭とても良かった。嬉しい。よかった。ありがとうございます。楽しかった。
やっぱポニーが似合います。嬉しい。それ、ポニーがめっちゃ好評だった。ピンクの子豚群マニア。ありがとう、トナカイ。ありがとう。ブーブー。ありがとう。宗介群マニア。ツリーだ。ありがとうございます。ありがとう。みんな、ありがとう。めっちゃクリスマスしてくれる。ありがとう。そう、ポニーテール。この長さだけど、メイクさんに頑張ってしてもらって、そうね、ギリギリできたって感じなんだけど。ポニーがいいなって思ってたんだけど。でも長さ的にどうかなって思ったらメイクさんがやってくれて、やってみたら、めっちゃ好評で嬉しかった。今日もね、たくさんの人に言われた。嬉しい。よかったって思って。で、ちなみに2年前の生誕祭もポニーしてたんですよ。で、同じ公園だしね。そう、だから、ポニーにしました。チーム、メリークリスマス。ありがとう、トナカイ。ありがとう。Steve、 ありがとう。昨日はお疲れ様でした。ありがとう。見て、前髪の置き方もめちゃくちゃ可愛くてよかったです。嬉しい。嬉しい、嬉しい。今日は外ハネです。外ハネがね、一番自分でやるには楽なんですよ。固定一本でできるからね。ピューってやって、ピューってやって、終わり。で、スタイリング剤つけて終わり。めっちゃ簡単にできちゃうからさ。今日は早かったし、朝。なんか最近握手会、お話し会一部からが多くて、早いんだよね。だいたい夕方からの夜が多かったんだけど、今まで。ここ3、4回はずっと一部からで。明日やっと夕方から。イェイ。ゆっくり寝たいけどな。今日さ、相撲あれだけど、クリスマスケーキ食べれるかなって 勝手に期待してるんだけど。どうかな。何これ、すごい、スノードーム、すごい。昨日のケーキは？昨日ケーキ食べてない。昨日でも湯浅さんが見に来てくださってハーゲンダッツいただいたので、それがね、嬉しかった。ね、今日ケーキ勝手に期待してるわ。ケーキ屋さんとかさ、行列だろうね。チキン屋さんとか。なんだこれ。ほう、すごい声出しちゃった。なんでこんな出んの、アコギ。
でも、マリパもスノーアルでやらせていただいたんですけど、その時もすっごく大きなケーキ作っていただいちゃって。そうそうそう。で、アンバサダー1周年の時も、美味しいタルトのケーキをいただいちゃったりとか。もうお世話になりすぎてるから、期待しすぎも良くないよね。うん。って言って、言ってね、心の中でめっちゃ期待してるんだけど、まゆちゃん、自分自身にクリスマスプレゼント買いましたか？買ってない。買おうかなと思って、さっきお話が終わってから、バッグ見に行ったの。バッグ屋さんみたいな。うーんって言って、やめちゃった。あとね、なんか、何？香水とかもなんか欲しいの、なんかね、迷ってるのがあって、私が求めてる香りの、まあ、なんだろうな、香りに近い香りで、まあ、妥協したらもう、なんだろうな、ほぼドンピシャの好みの香りなんだけど、まだなんか本当に100%ドンピシャを求めてるので、妥協になっちゃうから、まだ買ってない。今使ってるのは、今っていうかもう今年1年はずっとこれ使ってました。これパッケージ可愛くて最初買い始めたんだけど、なんか、これは多分ね、オーガニック系なんだけど、これ使ってるの。いい匂いなんだけど、冬だからさ、甘いのが欲しいなと思って、したらギリドンピシャ。で、クリスマスプレゼントにしようかなって思ったけど、やめた。あと、靴とかも買おうかなって思ったけど、これっていうのが見つからなくてやめた。クリスマスプレゼントね。自分にって迷うよね。どの程度のものを自分に買ってあげるか。でもそうやってなんかクリスマスとか誕生日とか自分に理由つけないとなかなか買わないかもしれないな。本当に欲しいって思ったやつ以外。デパートなんだけど、みんなプレゼントたくさん買ってる。ケーキとか長蛇の列。やっぱそうなんだね。え、でもほんとケーキ屋さんとかさ、超忙しいよね。ケーキ屋さんとか、ご飯屋さんとかさ、本当に忙しいよね、絶対クリスマス。チキンとかね。今何時だ？オムライス屋さんのバイトってクリスマスもやってたの？やってたよ。クリスマスと、元日やった。時給上がるんだよね。4時7分、OK。あと10分くらいやろうかな。やっぱさ、そのクリスマスとか年末年始ってバイトめっちゃね、聞こえる？聞こえてる？上がるから、しかもまかないも食べ放題みたいな感じで、もうやるしかないと思って、しかも高校1年生だったからね、もうバリバリやった。作るのも好きだったから楽しかったんだよね、バイトが。バイト経験ありますよ、AKB 入る前。でもやっぱり最近舞台とか出させてもらうようになって、そのやっぱり演じるって経験とかが結構必要になってくるから、やっぱりアイドルとかやってるとバイトとかしたことないでしょみたいな、
感じですごい言われるけど、ありますって思った。だからなんか、あ、バイトしててよかったなって思うことがね、増えてきましたね。あとは短大と AKB の仕事両立とかも、すごい大変だけど頑張ったことだから、それも結構なんか今、頑張ってよかったなって思うことが増えてる気がする。めっちゃ音聞こえるけど大丈夫かな？これイヤホンでなってるよね。大丈夫かな？あ、これイヤホンで声聞こえてる？どうなんだろう。外の音がでかいね。あ、周りの音聞こえない？よかった。周りの音聞こえないんだ。すごい。まあ、正直言うとめちゃめちゃマイクリスマスソングっていう曲が爆音で流れてます。明日お話し会みんな来てくれるかな。ああ、音でかい。本当に爆音。ノイズキャンセル聞いてる。ああ、聞いてんのかな。え、これさ、iPods だっけ、名前。iPods？ 昔の iPods で。あ、AirPods？ あれなんだっけ。はずいはずい。エアポッツ？あ、はずい。ギリギリ間違えた。ノイズキャンセルとかあるのかな？すごい、ここでこんな大きい音で聞こえるんだから、客席とかどれだけ大きな音なの？明日ゆきちゃん最後の話し会、ああ、じゃあ会える、やった。卒業してからお話し会あるってどういう感じなんだろう。嬉しい、また会えるの。オムレツ作る時のコツは強火で一瞬でやるみたいな感じかな。卵って火加減が大事だよね。そう、なんか卵を大量にいただいて、卵どうやって使います？皆さん。私はもう炒め物とかゆで卵とか煮卵とかになっちゃうんだよ。どういうふうに使うんだろう、みんな。卵いっぱいある場合。何個ぐらいあるの？ 20 個ぐらいもらってる。あ、卵かけご飯もやるし。でも多分ね、あと10日ぐらいまで、あと10日ぐらいなんだよ。卵の消費期限がね。どうしたら。温泉卵なら6個くらい一気に食える。やばい、すごいね。一気に。あ、スイーツ、プリンね。確かにスイーツってなるといっぱい使うか。なんかね、いっぱいある。あ、おでんね。おでんいいね。おでんありですね。たくさんありすぎて、でも残しちゃうのもったいないからさ、どうしたら消費できるんだろうと思って。
お手玉？卵で？ニラ玉いいね、大好き。蒸しパンで小学生以来だな、作ったの。こんにちは、あなただって あなたって呼ばれたの久しぶり。こんにちは。今何分だ？そろそろかな？14分。そろそろだ。じゃあランキング読もうかな。ごめんなさい、急に始めちゃって。あんだけ面白かったよ。嬉しい。ありがとうよ。見てくれて。ありがとうございます。みんなメリークリスマス。メリークリだよ。じゃあ、ランキング読みます。じゃあね、クリスマスだから25位から読みます。25位、鉄板、21。ありがとう。24位、ヤン。あと、マリアさんとこにもサンタさんが来ますように祈ってます。来ますように。ありがとうございます。23位、オクターン。オクターン。ありがとうございます。22位、新実費、群マニア。ありがとう。ありがとうございます。21位、ホアン。ありがとう。20位、電車さん。あと、読めないな。もうあったの次が読めない。待って待って。読めないけど、電車さん、ありがとうございます。なんかショールーム変わったよね。こうタップするといろいろ出てきちゃう。19位、赤鼻のトナカイ。ありがとうございます。18位、モンゴリアントッチョン。ありがとう。17位、台湾夜嵐、清水かわいい、マリア、メリークリスマス。ありがとう、メリークリー。16位、コバ、群マニア、メリークリー。ノーンの生誕祭最高でした。ありがとうございます。ありがとう。15位、カネちゃん。ありがとう。14位、ヒロノリ、群マニア、今、スモールへ向かってます。待ってまーす。スモールで会いましょう。待ってます。13位、フット、あとメリクリー、メリクリー、ありがとう。ありがとうございます。12位、水まりすみこ、群馬には、また会いに行くよ。待ってます。ありがとうございます。ありがとう。11位、チャー、群馬には、好きやよ。好きやよ。やばい。最愛だ。やばいね。もうなんか好きやよとかがね、ちょっと頭から抜けないもん、未だに。あ、尊いわ。ありがとうございます。10位、じゃん、群馬ニア。ありがとう。ありがとうございます。9位、リンクル、群馬ニア。ありがとう。リンクル、ありがとうございます。8位、三角おむすび、群馬ニア。ありがとう。ありがとうございます。7位、タート市、群馬ニア。この後、スモールで会いましょう。待ってます。ありがとうございます。6位、ケンケン、群馬に、間違えてた。ケンケン、群馬に、スモールに向けて運転中。でも、聞いてるよ。おお、ありがとう、安全運転。車で来るのか。ありがとうございます。待ってまーす。ありがとう。5位、スティーブ、メリークリスマス。メリークリスマス。ありがとう。ありがとうございます。4位、ピンクの子豚、群馬にゃ。ありがとう。ありがとう。5位。ありがとうございます。あ、違う。変わった。読んでない人。ん？間違えただけか。な？ 3 位、りょう、幕張の群馬にゃ。お話し会楽しかった。よかった。私も楽しかったです。ありがとう。で、2位、
おさらいクリーニング群馬にや。今日は机剥がさないようにね。気をつけます。もうね、接着剤はね、扱い方が難しい。今日はね、こうさないようにします。ありがとうございます。おさくりおさくり、ありがとう。そして1位は、ソースケ、群馬ニア、メリークリスマス。ありがとうございます。メリクリー。ありがとうございます。不思議な感じだね。お話し会でお話しした皆さんと、ショールームで話して、その後、そのあれでも会うっていうね。そうじゃない人もいますけども、そういう人もいるっていうのは変な感じ。オンライン、直接みたいなね。